はい、こんにちは、長澤です。今回はこちらエクスクルーシブツールのピニオンプーラーご紹介したいと思います。こちらのピニオンプーラー、基本的にはねピニオンギアをモーターから取り外すための工具になるんですが、それだけではないちょっと違った使い方もねできるということで、それをご紹介したいと思います。じゃあ早速やってみましょう。はい、まずは組み立てていきます。こちらプレートとベースがはめ合うように作られているので、誰が組み立てても確実に組み立てられるように配慮されています。これは裏面も同じですね。はい、まずは表の面から。まずは普通通りの使い方として、こちらのようなモーターについたピニオンギアを外すという使い方です。で、プレートの位置はこちら文字が上になるようにですね、このように取り付けます。で、ここがピニオンギアが入る溝がある面になっています。この状態でここにピニオンギアを挿入して押し出すという形になります。まずはね、軽く押さえてしっかりシャフトに当たっているか確認してからですね、当たっていればこの状態でさらに押し込んでいきます。はい、このようにピニオンギアをまっすぐ押し出して外すことができます。はい、もう一つの使用例なんですが、こちらのようなベアリングローラーにモーターピンを打ち込んだ場合ですね、ピン打ちした場合、こちらを取り外すということも可能になっています。これをですね、手で引き抜いたりということは歪みの原因になるので、ちょっとね、難しいという状況なんですが、こちら、ピニオンプーラーをですね、このプレートを逆に取り付けて、ここですね、穴がね、きちんと作り込まれておりますので、位置を合わせて、このように、逆にした状態でセットします。これも先ほどと同様にこの位置にモーターピンにね当たっているか確認してから回し込んでいきます。逆もやってみましょう。奥に当てた時ね、ちょうどいい位置に来るようになっているようですね。このようにピン打ちされたベアリングローラーを外すことにも使えます。はい、ということでこちらエクスクルーシブツールのピニオンプーラー使ってみたわけなんですが、いかがだったでしょうか。プレートね、受け側の方を逆にできるっていうところでね、使い道が広がってるんじゃないかなというふうに思いました。あとですね、ちょっとさらに、組み合わせることによってですね、使い方が広がるということがあるんじゃないかなっていうふうに思っているんですが、それはプーラーエクステンションをねつけた時にまたご紹介したいと思います。
ピン打ちの高さ調整にね使えるんじゃないかなと思っています。はい、ということでこちらエクスクルーシブツールピニオンプーラーを使ってみたという動画でした。また見てねー。